新しい私いろいろ始める仙台いろは手軽に薬膳。今回ご紹介するのは低カロリーで栄養素たっぷりキクラゲの肉団子。キクラゲってそんなに栄養たっぷりなんですか？食物繊維ごぼうの3倍ぐらいそんなに入ってるんですね、うんうん、しかもなんかキクラゲってちょっとヘルシーそうなイメージも、うん、そうそうそう、カロリーもすごく少ない。で今回は肉団子の中に玉ねぎのようにみじん切りにして入れてみたいと思います。ヘルシーを今日は目標にしてるので嬉しいですね。今日は鶏を入れるっていうのと全の全さんの勇気で作られたキクラゲ、はい、でかつ、はい、これナトリーってわかりますか？宮城県の、そうそうそう、大きくて肉厚で、はい、手のひら、そうそうそう、手軽に薬膳。あ、すごいすごい上手上手ありがとうございます。やってますね。でこれ混ぜるだけです、はい、炒めた方がこう風味というか香りが出てくるので、でキクラゲは入れます、はい、炒めなくても大丈夫です。そのままで、はい、はい、鶏肉です。豚肉の半分の量を鶏肉入れています、はい、塩麹を入れてみたいと思います。で塩コショウを振ります。であとはつなぎを入れます、はい、溶きパン粉で仕上げてみます、はい、肉団子丸めていきたいと思います。お子さんと一緒に作ったりしても楽しそうです ね。はい、ここできました。はい、じゃあこれを今日は蒸していきたいと思います。はい、熱々、美味しそうですね、うん、いただきます。うん、うん、柔らかい、美味しい。お肉のジューシーさの中にコリコリっとしたキクラゲ。これで100カロリーちょっとぐらいしかない。お肉だけなんですよ、カロリーあるの。食物繊維も取れますし、シューマイなんかの皮をやってもらうと中華っぽくなりますし、 あとはフライパンで焼いてもらえばハンバーグに。手軽に薬膳。今回ご紹介したレシピや有機乾燥キクラゲ黒白が気になった方は概要欄をチェックしてください。